いやー、ついに来ましたよ、この時が。今回はね、最強の鬼、黒鬼と戦っていきたいなと思います。まあ、とは言っても、ちょっと前にね、赤鬼と戦ったけど、正直赤鬼大したことなかったんですよ。っていうか、今までのビッグボスほとんど大したことなかったんだけど、前回戦ったおぼろニュード、めっちゃ強かった。多分ね、5回ぐらい死んじゃってるんですよね。多分こっからね、結構難しくなってくると思うんだよね。なんで結構覚悟してこの黒鬼と戦っていきたいなと思います。戦力が4700だからな。さあやっていこう。ちなみにこいつを戦うために結構準備したんだけど、お金が0円になってしまいました。あー、何？そうか、そういうことか。黒鬼だけじゃなくて赤青鬼が出てくるんだね。なるほどなるほど。黒鬼が出てくるのはいいんだけど、青鬼はどうしたんだろうと思ってたんだけどね。ここで出てくるんだね、まとめて。さあ来た来た来た。これはどう戦っていった方がいいのかな。おや、鬼が一体いないようです。私たちを恐れて逃げたのかも。油断はできないのだ。さあ戦っていくか。ちょっと待てよ。やっぱ青鬼の方が強いんだね。ヒットポイントが674に対して800か。とりあえずこれ突っ込んでもいいんじゃないかな。さあちょっとガンガン攻めていこう。で今回もメラメラボムあるね。メラメラボム使っていきたいな。黒鬼はどの段階で出てくるんだろう。黒鬼怖いな。ウサピョン、ウサピョン、これ取りに行く。容器で、天子さん、コラボ妖怪の天子さんね、まさかこんなストーリーの最後の方までずっと使っていくとは思わなかった。さすがに赤鬼たちは動きが遅いんだね。全然向こうの番が来ない。さあこんなもんでいいかな。次は青鬼のターン。見た目によらず結構動くんだよね。さあもうボスか殴っていこう。おら、これ赤鬼に挟まれると良くないな。赤鬼と青鬼に挟まれるとあんま良くないかも。あ、どうしよう。メラメラボム炸裂するね。始めようか。そしたらこのウサピョンでやっちゃおうかな。ウサピョンでメラメラボム。お、結構食らう。さてさて、なんかねちょっとジバニャンが赤鬼に挟まれそうだから、ちょっと取り付きでねヒットポイント回復するようにしとこう。シャーシャーシャー。コマさん、コマさんね、ダメだ、大砲ダメだ、大砲ダメだな。妖術お入る。おお、待て待て、まずはこいつを先にやっつける。織田信長どうしようかな。こっち行こう。お前の相手はこいつだ。全然ダメージ入らない。うわわわわわわ、すげえ範囲攻撃。さ始めよう。早く青鬼やっつけた方がいいなこれ。あー、ちょ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 、あれは私たちを恐れ無様に逃げた鬼では。何挑発してんの。ちょっとこの段階で来られるとちょっと困る。すいません、失言でした。お手柔らかにお願いします。あー、やばいやばい、これちょっと早くやっつけないと。ちょっとこれ取っとこうか。ウサピョン取って。あー、やばいやばいやばい、何すんの。いてていてて、みんな結構ダメージ受けたね。ちょっとコマさんがやばいのか。コマさんやばいんだったらここに入って妖術で、そうだね、これ回復しよう。さあいい感じ、めっちゃいい感じ。
前回戦ったあのおぼろニュードの強さは一体何だったんだっていうぐらいいい感じ。さあコマさん、コマさん妖術入るかなこれで、ね、よしいった、一匹もらった、大経験値玉。あららららら、あークローニーいるじゃないか、後ろにクローニーがいるじゃないか、そこにいたのか。ちょっとメラメラボム作動させに行こうか。結構範囲広いね。待ってよ、これ大砲は効かないか、効かないな。まあ、もっともこの段階で大砲を撃ってもあんまダメージ入んないんだけど。わわわわ、動いた動いた動いてきた、いや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 、さちょっとジバニャンも、ジバニャンも逃げて、ジバニャンも逃げて、これあー、ここでこれコマさんがえらいことになるな、これコマさんが逃げることできない。やばい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 、いや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 、やった、早めにこいつに預けよう。かってえなこいつは。今このクローニが技チャージしてる間にこのメラメラボム作動してもね、そんなダメージ入らないんだよね。なんでちょメラメラボムはちょっと作動できない。さあ早くこいつやっつけよう、始めようか。ちょっと赤鬼とクローニが合流したらちょっとえらいことになりそう。挟み撃ち、やばい、赤鬼が切れちゃった。さてさてどうするか。こうしてこれでいいかな。おっと結構食らう、あやだだだだ、なんてことすんだよ。これクローニーにぶちかまそうかなと思ってたのに。門芸、そしたらどうするか、技も溜まってないし、ちょっと戦ってみるか。これでもらった、あまだ倒せない、やっちまった、技使うつもりじゃなかったのに。A ボタン押しまくってたら技出しちゃった。あでもこれで倒せたね、あとはあのクローニだけだ。いやしかしなんかちょっとなんかまだ何かありそうだな、早くあのクローニを倒しに行かないと。おお結構持ってかれる。さあテンコも来たし、コマさん確か技使えるはずなんだよな。技使えるっていうことで、技使っていこう。あんまダメージ入らなかった、あんまダメージ入らなかったな。あー大砲撃ちてー、大砲撃ちてーけども、これで包囲しよう。ここに行こうぞ。で次はダークニャンか、ダークニャン、あーちょこまか動くな。さあウサピョン、あ技使える、よし技使っていこう。いやクローニ怒り出した、
こっからが本番。おお、死神の術でも結構強いな。うん、どうするかな。ハサミ打ち。あともうちょい、あともうちょいだ。これで決まるかな。共に行こうぞ。押した、倒した。もっと苦労するかなと思ったんだけど、これでノルカソルカのハイカ武将は全員やっつけたぞ。レベルもガンガン上がっていくね。大経験値玉こんなにもらっちゃっていいのかな。ビッグボス全員やっつけたにゃん。皆さんお見事です。ノルカソルカの封印鏡への道が開けましたよ。にゃー、今こそ突っ込むにゃー。ということはもうノルカソルカと戦うことができるようになったのかな、これ。あ、いよいよ突っ込むことができるんだね。じゃあ、あ、本当だ、本当にいけるようになってる。ということで、じゃあ次回はですね、じゃあノルカソルカやっていこう。